ロシオ広場からカルモ修道院のアプスを眺めるカルモ修道院はポルトガルリスボンにある中世に作られた修道院。1755年のリスボン地震後再建されず廃墟となった。崩壊したゴシック様式の教会カルモ教会は大地震の爪痕である。カルモ修道院はロシオ広場を眺める丘の上シアード地区にある。 サンジョルジェ城に面する。前には静かなカルモ広場があり、サンタジュスタのリフトと非常に近い。現在、カルモ教会の廃墟はカルモ建築博物館として利用されている。カルモ修道院は、ポルトガルの騎士ヌーのアルバレスペレイラにより、1389年にカルメル会派の修道院として始められた。アルバレスペレイラは、王の次の軍最高位である。 ポルトガル軍総指揮官の地位にあった。ジョアに一世に仕え、1385年のアルジュバロータの戦いで軍を率い、カスティーリア軍と戦い勝利を収めた。カルモ修道院は、ポルトガル南部も、裏から来たカルメル海神との住処となった。1404年、アルバレスペレーラは、自分の財産を修道院に寄進し、1423年に、自身も一僧侶として、 修道院へ入った。五ク様式の教会正門1755年11月1日、リスボン王自身で修道院と教会のほとんどが破壊された。院内の図書館と蔵書五千冊が失われた。修道院は模様替えされ、すぐに軍の宿舎となった。木造の時期を経て、教会は二度と十分な再建がされず、1864年に、 ポルトガル建築協会へ寄付され、壊れた建物は、博物館となった。20世紀のカーネーション革命の間、カルモ、司令部は、エスタドノボの大統領マルセロ・カイターの最後の、本拠地であった。旧カルモ修道院の建物は現在、クアルダ・レプブリカーナに使用されている。カルモ修道院と教会は、 1389年から1423年にかけ簡素なゴシック様式で建てられた典型的な卓発修道会の建築物である。ジョアン一世が同時期に建てたバターリャ修道院の影響を受けている。市内にある他のゴシック様式教会と比べ、カリモは建築でも装飾でも他を威圧すると言われる。教会は十字架型の平面図を持つ。メインファサードは アーチ状の装飾を持つ正門を持ち、円柱装飾は野菜や擬人法的なモチーフで飾られている。正門越しのバラ窓は破壊されている。教会の南側5つの張り出し支え壁により補強されている。これは建設中に南壁が崩壊した後の1399年に付け加えられたものである。ファサード右にある旧修道院は20世紀初頭に、 コシックリバイバル建築様式で再建された。教会装飾は三つの回廊のある本堂、主礼拝堂と四つの側面礼拝堂を持つアプスからなる。本堂の石造りの屋根は地震後崩壊しそのまま再建されず、柱の間の一部アーチだけが今も残る。本堂と教会のアプスは小さな建築博物館として整備されている。本堂には墓、噴水、 窓、や、その他建築的遺物がある。古いアプスのある礼拝堂は展示室である。それらの一つは、アザンブジャ近くの鳥から出土された、紀元前3世紀から1世紀にかけての家として知られる。ゴシック様式の墓の中に、ディニス一世の諸子フェルナン・サンチェスのものも含まれる。彼の墓には、イノシシ狩りの光景が装飾されている。 同じ装飾がサンタレンのフランチェスコ会派修道院から博物館にへ移されたフェルナンド一世の壮麗な墓にもある。他の展示物として12世紀の王の像、アズレージョ、古代ローマ帝国や西五東国時代の出土品がある。ありがとうございます。